おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、はい、おはよう。はい、寒かったのね。昨日は一夜外で遊んで暮らしましたが、今朝早くですね、2人でご飯を食べにこっちに戻っているので、ケージの扉を閉めてみました。なぜかというとですね、今日はこれからちょっと、人間は全員お出かけします。東京に行かなきゃいけないので、で、帰ってきてからは近所の自治会のご挨拶回り、これはあの、自治会の組が十数件あって、半分はご挨拶してあるんですが、もう半分にご挨拶をするということになってます。そして明日は、ようやくインターネット開通、祝開通、どん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 ということで、工事の方がいらっしゃるのでですね、できたらこのまんま今日と明日いてくれるといいんだけど、もう一回出ちゃったからね。さっきトイレ掃除しようとしたのに、ね、出たくなっちゃった。ドア側に、ね、また戻ってもらえるかな、明日の工事までに。君たち、ご飯の時にさ、戻ってもらえるんじゃないかな。そうだね。じゃあ一回は出してもいいかな。で、それが終わったらもうほとんどですね、ケージは開きっぱなしの状態で過ごしてもいいと思いますので、あと少しだけ我慢してくださいね。今日はちょっとこれからお出かけなので、ここでゆっくり休んでいてください。はい、ジャン君、ポンちゃん、今日はですね、東京の後処理、まあ最後の東京詣ということですね、行ってきました。まあ本当のこと言うと、来月になったらピロリ菌の、検査、なんていうかな、治療結果を見に行かなきゃいけないとかいろいろあるんですけれども、行ってきました。暑かったです。門前仲町暑かったそしてですね、このお二人には朝自分からケージに入っていただけましたので、ずっとケージの中です。本来ならばこれで外に出してあげたいところなんですが、実は明日お昼過ぎにですね、光が開通いたします。今まで10日間、メールもできない、インターネットにつながらない、電話ができないという、無人島状態になっていましたので、明日開通するときにですね、この2人が、ケージの外にいて怖がるといけませんので、係の作業をされる方がここちょっと少しだけドタバタするかなと思うので、その間ずっとケージにいてください。それが終わったらですね、生放送をするということにしていますので、その時は外でよね。はい、じゃあ明日からが本番ですよ。